フアン・フェルナンデスは、フランシスコ・ザビエルと共に、戦国時代の日本を訪れた、イエズスカイ宣教師、スペイン・コルドバ出身。本項目名はスペイン語の人名表記に従って、フアン・フェルナンデスとしたが、当時の日本不況を伝えるポルトガル語文書では、同語の対応する生命銃をフェルナンデスと書かれるのが、通例であった。キリシタン氏、日曜交渉史関連の日本語文献でもこれに、 従い、ジョアン・フェルナンデスと表記される場合が多い。東洋不教を志して、リスボンを出港し、1548年にインドに到着。1549年にザビエル、コスメデトーレス、日本人ヤジローラーと共に、日本の鹿児島に上陸、日本におけるキリスト教宣教の第一歩を記す人物の一人となる。ザビエルリニチゴも、 日本布教長トーレスを助けて、山口、文語、西九州での布教に従事した。1567年、布教活動中の平戸で病死。矢次郎を通じて早くから、日本語を習得し、ザビエル、トーレスらの通訳を務めるほか、来日宣教師の日本語教育にも尽力した。こうして、彼の訓導を受けた、イエズス会士には、後に、 日本史を執筆したルイス・フロイスらがいた。それ以前の彼の動向については不詳であるが、フロイスによれば、富裕な商人で、リスボンに今日構える兄がいたという。フロイス、日本史、第9巻、295ページ。ありがとうございます。